金沢市立、鳴る中学校は、石川県金沢市にある市立中学校。浅野町小学校通学長、森山町小学校通学長、夕日寺小学校通学長、小坂小学校通学長、神宮寺町一番地、一番地に一番地六、一番地八から一番地十、一番地二十一、一番地三十五から一番地八十五、 一番地88から一番地90、神宮寺2丁目、神宮寺3丁目、なるは2丁目2番7号から2番25号、6番2号から6番16号、7番4号から7番14号、8番5号から8番13号、10番15号から10番50号に限る。1階は保健室、生徒玄関、公務室がある。中央には階段がある。 1>, 1階から5階は普通教室が各階、クラス用が7室ある。1.2階は2年、3.4階は3年、5階は1年が使用している。1階から3階まで理科、美術、音楽、技術の特別教室で構成されている。1階に、金光室、2階に、美術室、被覆室、調理室、LL 教室、視聴覚室、3階に第一理科室。 第2理科室、第3理科室、4階に第1音楽室、第2音楽室で構成されている。2階が事務室や、校長室、職員室、印刷室、会議室などで構成されている。金沢市学校設置条例別表金沢市立、中学校生徒通学区域より深い部位佐渡が竹、親方の長男は敗退、相撲2020年9月6日閲覧、チャレンジ、東京五輪、 打倒ももと諦めないバドミントン、堺井師級の威力、質を上げる2021年3月26日、閲覧。ありがとうございます。